運んできました。ストークでーす。やばい、坊ちゃんの惑星かっこよくはないか。坊ちゃんっぽいね。うん。何の用だ、しんのすけくん。坊ちゃん星行きたいです。行きたい星を選びたまえ。坊ちゃん、無事でいてくれ。あとしんのすけ、叩いて治るのは昔のテレビだけだぞ。昔のテレビ、確かに叩いて、なんで叩いて治るんやね。大人星、次ですね。坊ちゃん星、坊ちゃんじゃん、普通に。怪しい石像があちこちに並んでいる星だ。もうむちゃくちゃだね、坊ちゃん星。まあいいけど、坊ちゃんっぽくていいよ。さあ、スピード速くして、行きましょう。ストークさんのね、あれよ、反射神経が追いついていけるか。なんかこれ地味にさ、ほんとこの、当たり判定が狭いというか。なんかずれてる。おぉ、坊ちゃんの顔面が飛んできた。坊ちゃんの顔面じゃないけど、坊ちゃんの岩が飛んできた。鼻水つくよ。鼻水が当たる。当たる。なんで宇宙まで行って鼻水つくしたらいいんやけんのって言って。実際坊ちゃん強いんだけどね。あーばばば、当たる当たる。お、危ねえ。これいけるやん。おっと、いけた。おっと、坊ちゃん当たってないわ。おぉ、おら、おら、坊ちゃんだぞ。坊ちゃんモノマネするときに詰まった感じにやったらいいって。わかった。坊ちゃん性。エリア、ボーボー山。坊ちゃんみたいな石像がある山だぞ。見渡す限り坊ちゃん、とても変わった星だ。これ全部坊ちゃんが作ったの？いや、この星が彼に似ているのは単なる偶然だと思うが、星の方が彼を引き寄せたのかもしれん。宇宙は謎が多いぞ。しんのすけくん、手袋を見たまえ。おお、反応したぞ。パワーハンド装着。パワーハンド装着。パワーハンド装着。なんだこれ。なんだか俺の手が少し硬くなった気がするぞ。坊ちゃんはね、もう隠された勇者だけ。これぞ奥義カチカチ拳だ。この奥義を使えば相手を石にすることができる。カチカチ拳。あ、掘るみたいじゃなくて石にするんだね。はあ、石ね。何あの坊ちゃん。あれは彼ではないのか。え、どこどこ。全部坊ちゃんにしか見えないぞ。まだ遠くに行っていないうちに彼を追いかけよう。出発お進行。今日もお進行。カチカチ拳、どんな効果なの。カチン、いや、坊ちゃんおったんだけど。いた。やめて。あ、ダメ、これ効かねえ、カチカチ。なんで坊ちゃんおるん、なんだ。何、おは、敵坊ちゃんじゃん。鼻水飛ばしきるんだけど。なんで坊ちゃんが。これ何なんだろう。あ、これか、暇か。分からなかった。これ何。分からん、これ何なんだろう。ユニットでいけるかな、もしかして。手袋全部よね、これでね。手袋の力を選べるぞ。分からんわ、このないみたいなやつ。カチコチ剣何使うん、これほんま。あ、上いける。いけそうでいけんな。
鼻水が道になったんじゃん。おしゃれ。いた。これ道あっとんかな。なんかアイテム取り忘れてないよね。あ、カチカチ剣どうするんですかね。ファイヤーね、はい。ファイヤー無敵なんでね、楽なんですけど。カチカチ剣何マジで。切れた。謎だな。そろそろ時間を増やさないけんか、デスペラードで。あー、カード取れん。あれ何なんだろう。変わった。ん？なんだ？人形の敵の後ろから使うやつ。ごめん、なんか、ん？エリア2、ボーボー迷宮。訪れた人が迷うと言われるエリア。確かにこの中へ入っていったはずだぞ。なんだここは。徳さんね、天然要素が入ってるらしくてね、意外と、うん、意外とボケじゃないボケをするんで。背の高い敵のことです。あ、背の高い敵ね。あ、後ろから使うの。なるほどね。坊ちゃんのいる方向の出口を探そう。出口。あ、そういうことね。はいはい。え、時間増やしたはずなのになんか全然増えてる感じがするんだけど。あ、なんかこう、カードが強い。こっちには使えんのかな。使えんの。あ、ほんまや。すげえ。はあ、なるほど。で、どっち行った坊ちゃん。こっちやね。説明に書いてほしいぞ。あ、坊ちゃんね、はいはい。左行きたくなるよね。左絶対なんかある。え、役に立った。あ、ほんまや、すげえ。すげえ、うん、めっちゃ役に立ったよ。あ、なるほど。あれ？こっちの上行けるんじゃない？あれ？これ来たとこかに。あ、くず、OK、カードゲット。え、坊ちゃんおった？え、これ坊ちゃんじゃないってことはやっぱあっちか。これで、こう、あ、登って、こう行って、ここがあれでしょ。
え、なんかない。あ、タイマー、オッケー。右側？いた。よっしゃ。なんかあるかな？ないっすね。オッケーオッケー。ここじゃなくて、ここだったね。あ、違う、ここじゃないよ。ここだ。これは崩せるね。また開ける。オッケー。これトゲか。あ、ゴール。オッケーオッケー。